はい、どうもゆきおでございます。ちょっと本日もね、届いちゃったちょっと購入品紹介という形でやろうかなと思うんだけど、あのね、ついこの前ね、ワイン6本買ったばっかなのにまた届いちゃったっていうやつただ実は今回はワインではございません。こちらルービーが来ちゃいました。イエス、ありがとうございます。いやね、実際ユキオもちろんワイン大好きで、いつももちろん飲んでるけど、まあ言うても無類のビール好きだからビールも大好きなわけよ結局ね。でもなんか最近全然飲めてなくて、結構ビールはね、外で友達たちと飲んだりとか、飲みに行ったりとかの時にビール飲むことが多くて、家だとねそんな買って飲んでなかったんだよね、で今はもうさ外で飲めなくなっちゃってるから、なんかもうねふつふつとこのビール欲が高まってきて、なんかねこの、まあ、スーパーとかでねビール売り場とか見ると、ビールが飲みたいってなってて、で最近ちょっと飲んだらやっぱもういやビール行こうっていう感じでちょっとビール熱がすごい高まっちゃって、でそうなると俺結構調べるから俺調べるの好きだから、でいろいろ調べてったら、なんかね俺が結構好きでなんかめちゃめちゃ飲んだ時代って結構前で、3年ぐらい前とか3、4年、そこまでいかないから、でもそれぐらい前はすごいいっぱい飲んだんだけど、もうその当時からやっぱりこのなんか流れとかビール業界とか そういったなんか流れが結構変わってるというかね、なんか俺の感覚で言うとワインよりはビール業界の方がなんかねもう展開が早いというか、まあ流行りとかそういうのもあるのかもしれないけど、なんかそのなんかどんどん新しいなんていうかブルワリービール作ってるところとかも結構新しく増えてきて、もちろんワインもあるんだけどそういうワイナリーとかは、なんかその流れとかあって、で全然知らないブルワリーとかも多くて、で調べたら面白いのがいっぱい出てきて、でちょっとそれをまとめて買おうかなと思って買ったのを、購入者がするっていう大丈夫ですか、ビールやってもいいですか、まあ、とりあえずねこんなん買いましたよっていう紹介をパパパッとやっていこうかなと思います。あ、ちなみにね全部日本のビール、日本のビルバリのビールを買ってみました。はい、ということでやっていきましょう。ゆきおとビール、ちょいよし、開いたよ、よいしょよいしょ、まあまあ買ったまあまあ買いました、こんな感じでございます。はい、ということでさささっとね、さささってやっていこう。ビールきたー、ビールだー。まずはもうねいきなりなんだけどさ、これビール、これはねもうね本当に今の日本を席巻してるんじゃないかっていうようなブルワリーね、宇宙ブルーイングっていうところが山梨にあるんだけど、そこのビールです。実はねすごい有名、もう今すごいなんか、ね、買えないというか、 なんかかなり人気が高いブルワリーなんだけど、そこのビールで俺飲んだことなくて飲みたいなと思っていたんだけどタイミング合わずに、でなんか買うこともなかなかできず、買う時もね結構そのネット、そのオフィシャルショップで販売するときも本当に販売した瞬間に売り切れちゃうとか、なんかそういったレベルのものでがちょっと今回探したらあったから飲んでみようと思って、すごい楽しみに宇宙ビルイング、こちらになります。はい、宇宙でなんか買えないからさ、買えないと思っちゃってるから、なんか買えないとなんかあなんかあるならいっぱい買わないとみたいになっちゃってさ、これ宇宙だけどさ3本買っちゃったんだよね宇宙だけ同じの3本買っちゃった。まあ、これはね、ゆっくりゆっくり飲もうっていうことで、楽しもうということで、宇宙3本買っちゃったっていうね、このちょっとやりすぎたから同じ種類3本買っちゃったはい、まあ、次行きましょう。はい、次だね。あ、これもね、あ、まあ、ここも初めてなんだけどね。はい、これだけだとちょっと分かりづらいんだけど、ビール、これはノムクラフトっていうね、和歌山にあるブルワリーなんだって。でノムクラフトさん のこれは一応オールトギャザーっていうビールなんだけど、このオールトギャザーっていうビール自体は実は、いろんなブリュワリーで作ってて、でいろんなブリュワリーで作ってる中 のノムクラフトっていうブリュワリーのものなんだけど、これは
今こういったあの、まあ、世界情勢になってきてなかなかねこう大変な世の中になってるからそのニューヨークにあるあのアザーハーフっていう、まあ、その超有名なブルワリーがあるんだけどアザーハーフの人がなんかあのレシピあのビールっていろんなレシピがあるんだけどそれぞれそのレシピを公開してでそのレシピを公開してみんなでじゃあアザーハーフのビールを自分たちで作ってみようよっていうことでその公開したレシピを作ったのがオールトゥギャザーっていうビールなんだよね。なのでそれがあったから買ってみたのでこのノムクラットさんの飲んだことなかったからちょっと面白いなと思って買ってみました。こちらね、あ、値段一応言っとくか、ごめんなさい、値段言っとくか。宇宙が瓶ね、これ330の瓶で、1本、税抜き750円、ノムクラットのオールトゥギャザーは、560円。まあまあするよね、普通に考えたらビール、普通のビール買えばするんだけど、やっぱりね、それぐらいのものじゃないかなって思っちゃって、はい、こちらも、はい、どうぞ。ビール、はい、よし、これ急いでやってないと結露してきちゃった。こちらね、ホップコタンっていうね、北海道のビールワイなんですよ。これもね、よく聞くんだけど飲んだことなくて、ホップコタンもで、飲んでみようっていうことで買ってみた。これもね、ダンクエフェクトっていう、まあアメリカンペールは基本的に俺、ね、アメリカのビールが好きだから、そういったアメリカのビールのこういうのを作ってるブルワリーと中心に買ってるね、うん、これも、アメリカンペールの IPA のタイプでございます。まあ、全部 IPA かな、スタイル的には。オールトゥギャザーは何なんだろう、書いてある、うーん、まあいいや、詳しくはあんまりやんなくてもいいかな俺もあんまりよく分かってないから、ビールはね好きで飲んでるだけで。で、ポップコタンも、650円、まあまあまあ、そんな感じだね。はい、そして、あ、あと缶か、あ、これすげえ気になってたんだよ、マジで。こう、可愛くない、これ。ビール。イエス。これはね、ウエストコーストブルーイングっていう、静岡のブルワリーです。で、ブラックトレーダー、ブラックマーケットトレーダーっていうビールか。これもね、気になってたんですよ。ここの、これまだ新しい1年ちょっとぐらいしか多分経ってないブルワリーなんだけど、もうもはや、もうここ、ウエストコーストも日本のもう話題を集めてるブルワリーで、もともと山梨、甲府にあったのか、あるんだけど、にアウトサイダーブルーイングっていうところがあって、まあ、そこも超いいブルワリーなんだけど、そのアウトサイダーの醸造、ブルワー作ってる方が、静岡行って立ち上げたブルワリーなんだよね。もうすげえ気になるの、これめっちゃ飲みたい。これでもこれやっぱり缶だから500入ってるからちょっと高いんだよね。1050円、高いよね缶500、1050円ってなかなかビールじゃないよね高いんだけど、でもそれだけの価値だと思っております、今日。はい、非常に飲みたい、早く飲みたいってことでね。これは何だろうな、ケトルサワーって言ってたかな。そうね、サワーだからちょっと酸っぱい系ので、フルーツを結構入れたタイプのビールだから酸っぱいフルーティーな感じのビールになってるはず。楽しみ。そして、あ、そう、そしてこのね、あと3つ買ってるんだけど、あと3つはもうほぼ同じとなんですよ。はいはい、こういうこと。ちょっとだって俺だけ楽しい、これ大丈夫、俺だけすげえ楽しいんだけど大丈夫、これ大丈夫。はい、こちらビールということで、これもね、また、この3つは、バテレっていうブルワリーで、奥多摩、東京だね、の奥多摩にあるブルワリーで、これは、何回か飲んだことあって、でも缶ではないんだけど、普通 のタップで繋がってるところね、あれやってね、生ビールみたいな感じで、そこで飲んだんだけど、すごい美味しくて、すごい好きだなと思ったところの缶があったからめっちゃ買っちゃった。これはね、さっき言ったオールトゥギャザーね、ニューヨークにあるアザーハーフっていうブルワリーのレシピを元に作ったビール。なのでオールトゥギャザー2種類あるんでね、ノムクラフトっていうところとバテレのオールトゥギャザーを買ってみました。で、これはウエストコースト IPA だから、まあカリフォルニアのね、西海岸 の IPA のスタイルね。で、これがミティスか。ミティスはね、ちょっとね、ライムセゾンって言って、なんかライム果汁を使ったビールなんでね、なんか超さっぱりしてる感じがするしたので買ってみたの。これも気になるんだよね、めっちゃ。だからね、こういったね、ビールのスタイルってね、本当自由だからね、面白いよね、こういうクラフトビールは。で、これはフスカっていう、これサワーブロンドって書いてあるので、まあ、ちょっと酸っぱい感じの
フレッシュな感じのビールなのかなっていうね。まあ、そんなに俺もね、正直ビールのこと分かってないんだけど、でも結構このアメリカのスタイルのビールが好きで、でよく飲んでたので、まあ、そういったタイプの日本で作ってるところっていうのを、まあ、ちょっと見つけて気になったので全部買ってみました。はい。で、オールトギャザーのバテレが、950円、まあ、するよね、結構ね。で、フスカミティス、あ、フスカミティスは720円だ。こっちは720円なので、まあ、ちょっとこっちの缶2つに比べたら安いのかなという感じだけど、まあでも高いね、普通に考えたらね。それぐらいは高いんだけど、やっぱりそれだけちょっと、一つね、いろんなビールとは違ったタイプのビールっていう、一般的に出回ってる大手さんのビールとはやっぱ違ったタイプのビールになるから、それが気になってるので、いろいろ買っちゃった。まあ暑くなってきたからさ、ビール飲みたいです。ビール飲みたいですということで買っちゃいました。で、まあ、一応こうやって購入品紹介っていう形で今回やったけど、雪音ワインみたいになんかちょっと、まあ1本ないしはそのブリュワリーに一ブリュワリー取り上げてちょっと飲んだりしてね、なんかそういうレビューみたいなのもしてみようかなとも思ってるんだけど、でももちろん全部やったらそれこそねすごい大変なことになっちゃうから、まあなんかピンポイントでやろうかなと思うんだけど、なんかそういうの見たいっていう方いらっしゃいますか？自分はどうしようかなと思って買ったはいいけど、紹介するのをねなんかやるのもなんかどうなのかなと思いつつ、まあそれはそれで面白いかなと思ってるんだけど、なんかもしこうご意見とかアドバイスありましたら、もしそういうのをコメントいただけたら嬉しいでございます。はい。果たしてこうビールどうなんだろうね。まあでもすごく楽しみです、今回も。なあ、ちょっとビールなんですよ。うちね、実は奥さんがビールが飲めないんで、飲めないというか、まあ、好きではないっていう感じで、まあ、うちではやっぱりワインがメインになっちゃうんだけど、なんでやっぱこれ結構でもビール結構ね、なんか欲するタイミングがあって、ああなんかめっちゃ飲みたいっていうタイミングが来て、でちょうど波が来ちゃって今で、暖かくなってた時期にこの波来ちゃったから、もうちょっとやったぼっていうことで買っちゃったっていうことで、今回はビールの購入紹介でございました。ここまでご視聴ありがとうございました。いつも本当に感謝しております。このぐらいでいいかな。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきりでございました。どうもご視聴ありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイ。ビアビアビア。